シュバリエ・デオン、シュバリエ・デオン、1728年、10月5日1810年5月21日、フランスの外交官、スパイ、兵士であり、フリーメイソン官員。本名シャルル・ジュヌ・ビエーブル・ヨーギュスト・アンドレ・ティモテ、デオンド・ボーモン。生涯の前半は男性として、後半を女性として生きた。デオンは、ブルゴーニュ地方のトネール、現在のフランスヨンヌ県の町で、 弁護士、ルイ・デオンド・ボーモンと、貴族出身の妻、フランソワーズの息子として生まれた。デオンの幼少期については、彼の後に書かれた自伝からしか知り得ることができないため、その信憑性には疑問が多い。彼は後に、自分は女性として生まれたが、父親は、息子が生まれた場合にのみ婚姻で得られる財産を相続できるため、自分を男として育てたと主張した。 デオンは抜きんでた優秀さで、1749年に、パリのコレージュ・マザラン、パリ大学の一部、正式名コレージュ・ド・カトル・イコール・ナシオンを卒業した。彼は、財務部署の王室監査官として働いた。1756年、デオンは、ルイ15世の私的スパイ機関、ルスクレディロワに加わった。彼は、国王から女帝エリザベータに越見し、 ハプスブルクと対立する親フランス派と接触するという秘密指を受けた。後に彼はリアド・ボーモンという女性になりすまし、女帝付きの女官となったと主張している。デオンのロシアでの経歴はバレンティン・ピクルの小説の主題の一つである。1761年、デオンはフランスへ帰国した。翌年彼はド・ブロイ元帥の指揮する。 竜騎兵の隊長となり七年戦争の後期を戦った。彼は負傷して聖類十字勲章を授けられ、シュバリエ、騎士の意となった。1763年、デオンはロンドンで特命全権大使となり国王のスパイとして活動した。彼は潜在的な侵略のために情報を収集した。彼は自身の所有するブドウ園でできたトネールのワインを イギリスツトムジカンウッドなど、イングランド貴族に送って、彼らとのつながりを作った。特命全権大使の地位を失いそうになった時、彼は、不服を申し立て、最終的に帰国命令に従わないことに決めた。彼は王へ手紙を送り、新任の大使が彼に薬を盛ろうとしたと訴えた。ロンドンにおける、自身の外交的なポストの保全に乗り出した。彼は、百六十四年に、 自身の召喚についての秘密外交文章、書簡、手記、そして交渉、デトラ、メムウォー、エネグシシャンズというタイトルで出版した。1766年、ルイ15世は彼の願いを聞き届け、彼の働きに対し年金として年に1万2000、リーブルを与えた。デオンはスパイに復帰したが、ロンドンに政治亡命したままだった。デオンはいつも、 竜気兵の制服を着ていたという事実にもかかわらず、彼は本当は女性ではないかという噂が後を立たなかった。彼の性別について、ロンドン証券取引所で賭けの寄り合いが始まった。1774年にルイ15世が亡くなると、彼は帰国の交渉を始めた。彼は自分は身体的にも男性ではなく女性であると主張し、政府に 彼を女性と認めるように要求した。ルイ十六世と政府はデオンの要求をすべて受け入れ、彼に女性の服を着用するよう命じた。王は新しい服を購入するための資金を与えデオンは承諾した。1777年にデオンは帰国し、以降は女性として暮らし始めた。しかし、相変わらず軍服を好んで着用するデオンに事情を知らない。 フランス王妃、マリー・アントワネットから、ドレスもなく断層しているのは気の毒だと同情を買い、彼女が悲喜にしている、ローズベル誕状デザインのドレスが送られている。フランス政府がアメリカ独立戦争援助を始めると、デオンは自分がアメリカでフランス軍に加わることはできるか尋ねた。彼は、ディジョンの城に19日間投獄され、故郷を、トネールで6年余りを母親と過ごした。 1779年、デオンは回顧録、軍人の生涯、外交官そしてデオン女王の私生活、l a バイ・ミリテア、パリティック、エプリベイ・デ・マドモアゼル・ディ・エオンを発表した。これは、友人ラフ・フォルテールの代筆によるものだが、おそらく話に、おひれがつけられていただろう。1785年にデオンはイギリスへ戻った。フランス革命後は年金を失ったため、 蔵書を売らなければならなかった。1792年、彼はフランス国民議会に書簡を送り、ハプスブルク家との戦いに女性兵士士団を用いるよう提案したが拒絶された。1796年に重傷を負うまで、デオンは生活費稼ぎのために、フェンシングの試合、見せ物としての決闘に参加した。1805年に彼は自身の自助伝の契約を結ぶが、 これが世に出ることはなかった。晩年には、神経痛、リュウマチを病み、ロンドンで、コール夫人という、イギリス人を夫持つフランスの未亡人と共に過ごした。シュバリエ・デオンは、ロンドンで1810年5月21日に死亡。死後に検視した、下界は、彼は解剖学上は男性であることを明らかにした。デオンが葬られた、ロンドンの墓所は不明である。デオンの子孫は、 現在もフランスに存命している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。